GM チャンネルスタッフ、ゲームマーケットスタッフによる GM チャンネル、今回の担当はしのぶです。はい、今回はですね、テクニカルダンジョンの伝説の樹海をやろうと思うんですけど、何回か前のコメント欄で、テクニカルダンジョンを編成難易度そこそこでやってくださいっていうコメントをいただいたんでね、それをちょっとね、今回やっていきたいなと思ってます。で、範囲としては、伝説の樹海からまあ極限の闘技場まで行けたらいいよねっていうところですかね。でね、ちょっとね、覚醒アンドロメダチャレンジって言ってそれをやろうかなと思ってたんですけど、ちょっとね厳しいというか、かなり対策がしづらい、あのパーティーで行けないことはないと思うんですけど、結構対策が大変なんで、まあ一旦置いといて、またちょっといい感じに編成が揃ったら始めようかなと思って。まあ、早速じゃあ、ここから。パーティーはジュリですね。多分結構誰でも持ってるんじゃないかな。比較的。ジュリが結構優秀で、HP アップと攻撃力アップ。で、まあ、水木の同時攻撃で、大体最軽減して、まあ、50何パーぐらい軽減、プラス、攻撃力が5倍で、563、51が55、25、7.5 倍。50何倍ぐらいの火力が出ると。で、キラーン持ってるんでね。キラーン持ってるし、指持ってると。まあ、バインドだけにちょっと弱いんでっていうところですね。で、今回このダンジョンに関しては、ググル。ドロイドラゴン。てか、いつの間にかね、スキル上げられるようになってたね、これね。僕、昔のアンドロイドのやつ全部売っちゃったからね。いらないでしょ、つって。最初確かマックスだったよね。うん。売っちゃった。まあ、一応、こいつが生きてくるのではないかなっていう感じです。それでは行ってみたいと思います。結構ジュリね、使ってみると結構強いんですよ。汎用性、マシンアテナじゃないや。アテナ、闇アテナぐらいの汎用性はあるんじゃないでしょうか。で、まあちょっと2ターンあるんで、軽くスキルを貯めて、まあちょっとスキルブーストがね、乗りづらい編成になっちゃうんですよね。1、2、3、4、5、6、7、あ、それでも7個はあるのか。もう1ターンぐらい多分余裕で貯められるのかな。こんなもんで。ちょっと消えないで、あ、察し。注意すればいいのはどこだろうか。注意するところもないんだよ、別に。あ、注意点は、ドロップマ、ドロップ調整だけをしっかり枯渇すると後がきついです。で、敵がね、なんだっけ、セブンザードか、セブンザードが、まあ、貴族性じゃない、貴族性か、貴族性なので、メインは、パーティーのメインは貴族性をが種族性のモンスターを入れてるという感じでございますよ。で、ストライクドラゴンが怖いんでね、ちょっと、早めに倒したいとは思いますが、あ、ギリギリありましたね。あ、これは、で、4ターンバインドされてしまったんですけど、クシナダ姫。クシナダ姫も結構な確率でみんな持ってるとは思うんですけど、どうでしょうか。編成難易度そこそこなんで、まあ、無課金パに近い。無課金パっていうほどでもないか。まあ、そこそこガチャ引いてればそこそこ持ってるよねぐらいの編成ではあると思うんですけど。あ、やっべ。ああ、もったいね。まあ一応カインがいるから。カリンがいるからまあいいか。で、次も色あるね。はい。は、とりあえず真ん中チェックで。真ん中チェックで、まあ2体攻撃持ってないんだよね、そういえば誰でも。4つ消ししたけど、さっき。あ、でも持ってないよね。持ってないんで。とりあえずコンボ組みましょうか。
ちょっとチェック外そう。今全体攻撃にならなかった、気のせい。多分耐えれるな。一発は、少なくとも一発は耐えれる。で、これキラー乗りすぎるとゼロ。 OK、キラー乗りすぎるとゼロになっちゃうんだよね、敵のダメージね。なぜ、まあ、なぜっつうか、そういう仕様だからとしか言えないんですけど、ね、まあ回復力に倍率が乗らないんで。で、次がケルベロス。ケルベロスは2パンでいけるはず。てか2パンでいけるんですよ、調整してあげれば。だいたいでも7コンボしちゃうと、カリンが超えちゃうんで6コンボぐらいかな。あまりうまくいかなかったので、ジュリします。こんなもん。ちょっ、乗りすぎ。半減プラス半減で、まあ 75% カットか。 75% カットして1000、1000じゃない、いくつだ、1万ダメージ、いくつだった、1000だったっけ。今大したことなかった、大したことないな。てかジュリ強いな、ジュリ強いんだけども、てか結構軽減持ちの編成多いな、これ。編成じゃ軽減持ち多いな、サブに。なるほどね。まあ一応これ打ってドロップを調整してあげて、こんなもんでいいでしょう。よし。で、今度副属性が水が通りづらくなったんで、まあ水が通りづらくなったんで、結構殴ってもまあ大丈夫なんじゃないのっていう感覚というか錯覚に陥ったところで、これ気属性ほぼほぼ入んねんじゃねえ、下手すると。あ、全然余裕で入ったわ。はい。で、ここはですね、セブンザードが非常に楽なんですよ、この編成が。特にね、ググルが生きてくる。ほら。で、ちなみにこれね、なんかいつの間にかね、カリンさんもね、訂正カリンもね、あれ持ってるんですよ、毒。毒を弾くやつ。で、あとはもうゆっくりね、倒しに行くだけです。種属性が非メインのモンスターがいるんで、意外とね、8割弾きます。ただここで慢心してやられないようにっていうところですかね。木が来ない。はい。まあそうなるよね。じゃあ使いましょうか。まあ 80% だからな。もったいねー。あれ、これもしかして倒しちゃったんじゃない ?OK! いきました。今の貴族性の落ち込んがね、キドロップの落ち込んが結構大きかったね。というわけで、ジュリーで。で、まあ、ググルは、アンドロイドの人限定かな、俺は。アンドロイド限定ではないよね。アンドロイドリリース何周年とかでもらえたやつだよね。だから、ほとんどの人はもらってるんじゃないかな、直近で始めた人以外は。
そんなところで意外とサクッとクリアできましたね。じゃあ軽くやって、あ、これだったら絶対いけんなと思ったんですけど、まあそんなところで注意点としてはまあないかな。バインド回復できるモンスターを入れてればそんなにめちゃめちゃ簡単だったね。昔はまあ結構難しかったけども、特にあの弾とかね、キラーとか出てきてからは結構簡単かな。はい、では今回は終わりにしたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。で、後ろの方にいろんな動画ありますので、いろんな動画っていうか前回の動画とかありますんで、そちらもぜひご覧になってください。それではさようなら。新機能実装、 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン。